どうも、新宿アボイ金城です。伊沢です。新宿アボイの中年の市長でございます。はい。ということでね。前もちょっと名前言ったかもわかんないけど、漫才協会にさ、ハマチンっていうさ、もうおじさんとおばさんのコンビがさ、入ってきたでしょ。はいはい、で前ね、たまたま駅で一緒になったの、おじさんの方と。でなんかまあ家がちょっと同じような方向でさ、でまあまあちょこっと電車乗りながらさ、なんとなくはさ、その電車待ち時間とか、ちょっと会話しててさ、なら、おじさんの方は、なんだっけな、なんかマジシャン的な活動もちょっとしてたらしいね。そうなんだ。そう、で、なんかで他の仕事もやったのかな、なんかそんな感じらしい。でおばちゃんの方は、全然主婦で、主婦だったの。主婦らしいね。で、なんかマネージャーさんかなんかになりたいって、そのタイタンのね、学校になんか入ったらしいんだけど、でもまあまあ、でもなんか芸人の方みたいな、なんか流れになったらしくて、で一応コンビ組んでやってるらしいんだけどさ、でね、年齢がいくつって言ったから、まあ48とかなのよ。ちょっとまあびっくりしたんだけど、すごいよね。すごいよね。いや、なんかさ、何なんだろうね、みんなあれなんかな、昔の人ってさ、そんな年齢から始めなかったじゃん。始めない。なんかおかしくなってきたのかな、世の中が。だからやっぱやりたいことをやっていいよっていう世の中になってきてるのかな。そうね、だから江戸はるみさんがさ、デビューというかさ、ちょっと世にボッて出た時、やっぱり衝撃だったじゃん。おばちゃんがちょっと立って、あの時、多分40手前ぐらいでしょ、恐らくね。でもそれでもさ、もうおばちゃんっていう感じだったじゃん。すげえ人が1年目だなみたいなさ、もうそのあんまりギャグというかさ、パターンもさ、もう当たり前になってきたじゃん。もうおじさんだけどおばさんだけど1年目ですっていうさ、いえ、おもちゃやろみたいな、ないじゃん、もう。なんか何考えてんだろうな。いやいや、だからね、やっぱりさ、なんていうの、いや別に、いや、それは全然やりたいのはいいけど、そうそう、俺は理解ができないなって思う。そう、何かがあったんだろうなと思う、そんな40過ぎて。いや、でも仕事はしてんだよね、もちろんね。まあ何かはしてるとは思うんだけど、パンか。まあでもおばちゃんのは別に主婦だったら、まあ別に好きなようにやっていいよって言われてるのかもしれないしね。もしかしたらね、子育てが終わってとかさ、そういうのもあんのか。いや、だからそうなのよ。そうそう、今伊沢さんが言ったようにさ、なんていうのかな、お笑い、まあ、うちらでも二十何年やってんじゃん、で、いやどうしていこうかな、二十何年やってるけどっていうのが、まあ今40とか、俺43とかじゃん。でもそれよりもはるか5年後ぐらいにこの世界をやり始めるわけでしょ、なんかなんかね、いや別にいい全然悪いことじゃないんだけど、感覚多分違うんじゃない。感覚がさ、分かんなくてさ、まあだから、いや考え方が大、なんかあれ、なんか若いのかもね、もしかしたら。でもすっごい楽しそう、見てると。じゃあそういうやっぱあんだよね、やっぱなんか、本当にやりたいことを今やってますみたいな。そう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 、昔我慢してたけど、だからあれなんじゃない、俺らが我慢しないでやり始めた時とは、感覚は違うんだと思う。それは今さ、多分平、いや俺の考えはさ、多分全部、人生ってのは結構イーブンに終わると思ってるから、それ初めの頃は俺は楽しかったじゃん。なるほど。でも今続けていくうちに、だんだんそうさ、楽しいのは楽しいけど、楽しいだけじゃない感覚も出てくるじゃん。でもさ、そんな50近くから始める人はさ、その本当にその仕事がやりたいかどうかはまあ置いといて、別にあんま楽しくないなが多分あったと思う。それが今、俺
本当にやりたいお笑いの仕事を始めて、楽しい、来てるわけじゃん。まあ、全てが別世界だからね、今までとは。だからもう、ね。だからそこでプラマイ。プラマイ、まあ、そう、俺らとしてはプラマイ。うん、人生としてはね。はいはいはい。だもう今後だとずっとその人たちも楽しいしか多分ないと思う。いやそうね、いやこれ、いやもうだからそのばったり駅で会った時ももうすまあまあ楽しそうにしやべしゃべんのよ、うん、いやーっつって、うん、だから手伝いとかもやっても多分楽しいんだと思う。そう、うん、おばちゃんがさ外で呼び込みしてるの結構見るけどさ俺結構お客さんとなんか話し込んでるのよく見んの。そう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 ね、なんか本当に、なんつうのかな、どっかの スーパーとか商店のさ、おばちゃんが安いよーみたいな感じでね。そうそうそう、ただ怖いのが一回もネタ見たことがないっていう。まあね、まあ、どんなことするのかも分かんないけど、単純にもう、うん、おじさんとおばさんがいるっていう、うん、下手したらあれじゃないか、ここ入ってくる若手も師匠だと思って挨拶じゃないか、その人たちに。ああ、でもそうだよね、年齢的にはさ、うん、そしたら聞いたら1年目です、1年目あ、なんか結婚相談所で働いてたみたいなこと言ってたね、うん、今もそれやってるのか分かんないけど、うん、いやだからまあそこまでの年齢いかないにしろいつだかもう何年か 2、3年前ぐらいに「いやよろしくお願いします、1年目の誰々です」っつって、でも結構まあまあ年いってたから、いや結構もう30代ぐらいでしょ、あもう36ぐらいなんですけど、うん、どうのこうのっつって、でえ、それまで何やってたのっつって、いやちょっと飲食をやってましてっつって、ちょっと今も会社やってるんですけどみたいな、うん、そういうことなんか新潟かなんかにあって、で、お店どうしてんの、あお店はもうちょっと別の人に任して、うん、それで今東京来て芸人目指してやってるんですよっつって、いやもうそっちの方やってた方がいいんじゃないのって思っちゃうんだけど、でもまあどうしてもやりたくてっつって、それこそもう若い時やりたかったけどやれなくて、でもちょっとどうしてもっつって、ある程度多分自由にできるようになったってことなんだよね。まあおそらくね、でまあその会社の方は ある程度軌道乗ったんで、うん、どの方のっつったから、うん、まあまあお金に関する心配はある程度ないわけじゃん、うんうん、まあもちろん任した分今までの自分の収入よりはちょっと変のかもしれないけど、いやーなんかね、だから普通に会社を辞めてお笑い芸人になりますとかね、意外とでもそっちの方が、うん、こうダメだったら諦めがすぐつきそうな感じもするよね、うん、別になんかさお金で苦労はなさそうじゃん、うん、稼げねえから辞めますっていうことじゃ うん、ないからさ、まあね、うん、意外とあれなのかもね、そっちの人も、ね、だからでそれこそ、まあ、例えば2、3年で辞めたとしてもその2、3年おそらく楽しかっただろうから、うんうんうん、ねえ、あやってみたけどちょっとやっぱり違ったなっつってやめたとしても、うん、まあね、うん、まあなかなか経験できないことは多少なりとも経験できるだろうから、うん、だって今そのハマッチンだって多分袖の手伝いとか呼び込みやってるだけで、うん、今までとは全く違う新鮮な感覚だろうからさ、うん、あれなんだけど、そのやっぱりねもうその感覚がもうさすがに二十何年やってるとさ、まあね、出てこないよね。出てこないね。お笑いに関してはね、またなんかすごい別のことをやれやさ、うん、同じような感覚になるかもしれないけど。いやそれね、マイク出し上げするの楽しいですってやっぱならんもん今。なんでこんなことやんなきゃいけない。なんだったら別に入った頃から思ってたもん。いやまあね。なんでお茶組やんなきゃいけないんだとかさ。まあある程度ちょっと下歴重ねて入ったからね。うちゃんの場合はね。うん、まあやってたけど、うん、ちゃんと。まあ一応そのルールだったからさ。ルールは守るから俺は。多分あの辺の年代で多分うちら一番やったと思うよ、異常になんか最後の感じしたよね。そうなんかそのお手伝い30回ルールみたいなのがあったよね、うん、出番もらうまで半年以上かかったしね。そう今なんてすぐもらえるもんね、1ヶ月ぐらいで。30回制度ができた時にはもう7、8回手伝い行ってたけど、うん、それはリセットされてそこから1回目になったもんね、うんうん、1回目2回目になった、うん、そうそう、だから意外とさがっつりやった方だと思うよ、うちらぐらいの年代で。母頃なんか多分ほとんどやってないだろう、ね、やってないからね、同じ時期に入ったけどさ、うん、ね、ほらあの時は福島から行き来もしてたし、多分島ちゃんとかやんないじゃん、多分やってないだろうな。
いや別にそのいや分かんないね。でもやってたんかな、やってたかどうか多少はやってたかも、ね、やってんのかな、うん、でも回数で言ったらうちは結構やったと思う、うんうん、まあでもみんなやってきたからっていうのがあったからね。そう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 、でまあまあね、もう昔はもっと大変だったんだろうけどさ、まあ一応でもそこはさ新しい場所に入らせてもらうから、うん、一応そこのルールにのっとってね、まあ、怖い人もいたしな、まあ、ちゃんとやんないと。そうそんな理由でやってたんだよ。いやでも怖かったよ。でも今いる師匠もみんなもちろんもうちょい若かったから、もうちょいさ確かに怖かった、ね、元気だったもん、うん、って考えるとさ、考えるとそうだな、やっぱ怖い人いなくなってるからな。だからうちらの時ぐらいか、まあまあその前でもいいけどの空気感があったら今入ってる若手結構辞める人多いよね。辞めてるね多分ね、うん、そう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 、うん、結構師匠とかに普通にいや全然フレンドリーに喋ったりするもんね、なんかさ、あ、まあ、若いからあれなんじゃない、うん、おじいちゃんと喋ってるみたいな、まあまあそういうことだよね、うん、いやだからでもまあ楽しそうだなと思って、いやこれこれでいいなとは思ったんだよね、うんうん、そのなんか4、5分しか喋ってないけどさ、で明日もロケがあって、豊川の後とかさ、おお非常にいいじゃんっつって、へえっつって、なんかいろいろやってくれてんだね事務所っつって、いやでも全然もうちっちゃいあれなんで仕事なんで、どの子のとかつって、結構話聞いたら結構ガッツリの仕事だったね。え？ガッツリの結構メジャーな番組のロケだ。どうも。そうなんだ。すごいな。羨ましいな、羨ましいなと思っちゃってさ頑張ってねえなっつったけどさ、タイタンの学校行こうかな入り直す、入り直す、うん、昔よくいたよね NSC 行くパターンね、ある程度芸歴化されて NSC 行くパターン ね、いたいた、うん、最近聞かないかあんまり、うちらぐらいの年代だとさすがにいないか、もうちょい若い人だったらいいのかな。でいろんな養成所を渡り歩く人とかね、うん、いるよね、どこも所属できなくて、そう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 、ついついて、ああ、まあ、いやいや、そんなことなんですよ。わかりました。ありがとうございました。